손난다 손난다 놈의 손난다 말았는데 손난다 シンガポールから見ました、剣持ちのために見ましたが、クザさんのファンにもなりました。やったー。そうなんだよな、あの他のファンもやっぱいるから。カナエのステージどうだった？もう生えてたね、白が。カナエのステージどうだった？もうね、白が生えてたね、やっぱり。クザさんが座ってる椅子になりたかった。マジかー。ちょっとやばい思想持ってた。クザ体重いくつ？75トン。体重ねー。まあ、60キロ前後？わかんない。ちょっと待ってね。178センチの平均体重。69.7キロ？嘘つけ。平均体重が？嘘。俺嘘でしょ。え、マジ？そんなもん。いや、確かにな。あ、俺体重 69.7キロ。なんだよ体重なんか。メロチンさん言ってたし、踊りに筋肉が必要ないって。むしろ動きは制限されるから、過剰についてると。ライブお疲れ様でした。最高の瀬戸りだった。裏から見たステージの景色とか、ステージ裏での思い出とかありますか？影慣れ後にまあ喋っちゃダメなのよ、基本。でもカナエと一緒にちょっと影慣れ後二人だけ、みんながさ出てくところをちょっとだけまあ見てたりもしたんだけど、喋っちゃダメなのに、ありがとうございました、お疲れ様でした普通に普通に声出して二人で、あ、やべ、俺ら喋っちゃったって陰キャみたいなやり取りしてた。で、その後階段登って釣った。神っぽいなさ、歌うと思った。どう？いや、俺意外なとこなんじゃないって思った自分でライブお疲れ様でした。ありがとうございます。現地半端なかったです。歌声もダンスも自分の見せ方も全部最高だったし、何より瀬戸りが神でした。エンドゲームで盛り上がった後のオールナイトのギャップやばかったです。瀬戸りはどんな感じ決めましたか？いや、でもマジで大人と相談して俺一人で決めたわけじゃないね。ここでこれ入れてで、最後レディステディ5でちょっと締めさせていただきますって感じで。声出すなバカ野郎ってマジで声出ちゃってたもん。うわーみたいなの聞こえて。いすいす、コーラスのオクターブ上のハモリめっちゃ良かったぞ。マジできつかったけど調子良くて、コーラスとかハモリ調子良かった歌うまって本気でびっくりしてた。また何でもいいから歌ってほしいな。ドレミの歌でもぶっちゃけ嬉しいです、お願いします。どうはレモンのパー。ありがとうございました。ありがとうございました。ガチで泣いてるの？ちょっとさ、泣いたって言ってる人はマジで泣いたの？泣いてる人いた？周りに。割とガチでいた。いたんだ。オタクすぐ泣いちゃう。マジかよ、オタク。オタク泣かしちゃった。めっちゃいじめっ子みたい、オタク泣かせるの。おい、オタク泣いちゃったじゃん。どうすんのこれ。現地行きました。頭からつま先までかっこよかった。最後叫んでマジごめんまあね、ぶっちゃけ叫んじゃダメだけど、やっぱ声聞こえるのは演者側からしたら結構嬉しいぞ。うん、ダメだけどね。中国のファンです。ネチケでクザのライブ見た、すごく好きだ。クザマジ進化されて感動すぎて爆死です。ずっと応援します。ずっと？意味わかってますかそれ。
フォーエバーですよ、それ。分かってます。フォーエバーではないか、ずっとは。スーパーチャットプツアツアルスアチ。スーパーチャットありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。